光光マイナスは2010年に起こったハイチ地震の復興支援を目的に日本の複数の音楽家によって結成された JP2 ハイチによるチャリティーシングル。この楽曲は2011年2月2日にデジタルダウンロードリリースされた。地震の被害を受けた首都ポルトープランス2010年1月12日、ハイチ共和国にてマグニチュード7.0の地震が発生した。 この地震によって150万人以上のハイチの人々がテントや屋外での生活を余儀なくされ、また地震によって22万人以上の人々が死亡した。ハイチにとってこの地震は200年以上ぶりの大規模地震となった。また地震は首都ポルトープランス近くを震源とする直下型地震で、首都は特に大きな被害に見舞われた。こういった地震の背景を受け、 2010年2月2日、日本のヒップホップ DJDJ DJ 豊かが、ツイッターの自身のアカウントにて、ハイチのために何かやらない。と問いかけ、ジブラが同意し、呼びかけを開始した。BMR によると、このジブラの呼びかけに対し、伊藤聖光、高木寛、餃座スカイウォーカー、タローソウル、剣座390、DJ、健謀、DJ サロリ、DJ タマ、 DJ するジャラが賛同したという、ありがとうございます。